マイクボアキラさんどうもありがとうございます。カブくん、おはようございます。ファンタジー大イ市静岡行ってきました。<laughs> アリーナ駅が、えー、アリーナが駅から遠い、遠い、疲れた、それよりショーの報告ですね。いやー、本当にありがとうございます。ちょっとね、あの、その報告をですね、待っちゃっていたカブくんだったりするんですけど、えー、その前に、ごムフンは、えー、ご一行様、 えっと、これはツボのツボですね。あ、ありがとうございます。ツボのツボということですね。うん。で、えっと、ジェイソン・ブラウンがミュージカルのキャッツのメモリーの成果に乗り、えー、滑らかな滑りです。うん。この曲、なんかちょっと切ない感じの曲なんですけど。三原舞ちゃんは第1部ではアメージンググレースなんで、ああ、そうなんですね。の成果に乗り、えー、恒例の5連続ジャンプ。あ、成功しました、今回は。 で美しいスパイラル、ツイズル、エンディングは少し膝を曲げ、客席に向かって大きく手を広げる、可愛さ爆発ということですね、えー。第2部ではショートプログラム、「でミゼラブル」のエキシビションナンバー用にアレンジした振り付け。えー、演技後半の足換えコンビスピンでは、左手を上げ、開いた手のひらをぎゅっと握る、一番胸に迫るところはそのままで。 衣装は全日本や四大陸の時と違うグランプリシリーズの時は淡いブルーの衣装でした。サットンは相変わらず、えー、っと美しい演技で引退し,てしなくても十分通用するのような演技で曲名はわかりませんがフランス語の歌詞でしたということですね。そして男の色気ムンムンのジョニー・ビアーと、えー、ス,テフェンステファン先生ですね。 えー、ということなんですけど、うん、なんかジョニー・ビアーさんはなんかセクシーさをアピールしてるんでしょうかね。ステファン先生のスケスケ衣装もバッチリ,、えー、っとバッチリ見てきました。美しいスピンは、えー、現役時代そのまま、そりゃステファンに習ったら上手になればということで、うん、ステファンのスピンは本当独創的でしたね。うんまあ、でも彼の独創さは逆にこうレベルにこう反映できにくかったりすることがあるので、 だから、まあゲーあの、なんだっけなあの最、新採点システムは結構逆にあの制限が多くてきつくなっちゃうかもしれないですね、逆に。うんえー、アイスダンスのパパシデカップルはもう言うことなし、高速ツイズル、右回転、左回転、すごいユニゾーン、美しいカーブリフト、文句なし世界一です。アンサンブルスケーターとして、ゾージアのカリーナ・ブルーロバーペアも美しいツイストリフト。 えー、スロージャンプを披露。このペアは欧州選手権4位、オリンピック9位。若いペアですので、これからもっともっと強くなりますよ。来年の埼玉で、えー、見慣れるのかも。エンディングは y o u r a s e m e u p と ToLand. の誰も寝てはならぬの生歌に歌って、全出演者が登場ということですね。興奮の時間でした。羽生クについてはファンの方にお任せします。うん、もう。はい。 とと,とこちこ出てきてると思うんで、今から読んでいこうかなと思うんですが。川ブくん、やはりフィギュアスケートは芸術ですよ。まあそうですね。まあアイスショーは見るとまあ芸術かなと思うんですけど、実際やってみると、うん、芸術ですね。はい、うん。はい、あ、そして一応プリンさんから、えー 入ってますね今回の羽生選手はジャンプだけではなく身体の使い方でも見せてきますね。迫りくる尻と、あ尻か、うん、尻ってあれかと思いました。あのえー、っとほらなんっスマホとかに出てくるあの尻かと思ったんですけど、えー、言われている技、開脚してお尻を突き出しながら後ろ向きに滑る。あ、あ開脚してお尻を、あなんか分かりました。うん、あこれね、あれじゃないですか。あのー フランスのエイモズ君がたまにやってるやつ。違うかな、えー、皆さん、なんであの体勢でバランスを崩すことなく交代できるかなと頭がえこんがらがった状態だったようです、うん。映像がないのが残念。ローラースケートリン,リンボーボー,リンボーダンスのバックバージョンと私は勝手に想像しています。ちょ,ちょっとわからなかったんですけど、 えー、2日目以降,の以降は開脚抑え気味になったとレポで見ました。なんといっても羽生選手は女子並みに身体が柔らかい、Y 字バランスも得意ですし、えー、開脚が180度開いているので、そりゃ Y 字じゃなくて I 字だよと思ったほど、すごい柔らかいですよね。試合ではこの Y 字、I 字は使ってこないんですよね。うん あのね、使,使ってほしいなって思ったことがあるので、YGIG スピン、なかなかやらないですよね、うん。クロススピンを使うことが多かったりします、アップライトで。え羽生選手のアイスショー、Continuous with Wings でえフィギュアスケートを習っている小学生の男の子が、どうしたら羽生選手のようにジャンプが飛べるようになるのかという質問に、羽生選手はあまり早くからジャンプの練習に特化してしまうと、筋肉が硬くなってしまって、 柔軟性がなくなってしまう。だから今は柔軟性を養う時期と思って練習頑張ってみて焦らなくていいんだよとそのうちジャンプも絶対飛べるようになるから大丈夫と答えていました。ああ、なるほどそういうアドバイスをもらったんですね。これは嬉しいですよ、うん。で、柔軟性って表現力の上でとても大事ですね。表現の幅が広がりますからそう思います。うん、本当そう思います。 それに加えて、怪我もしにくくなるらしいですね、うん。羽生選手がカナダに渡ってすぐの頃現地の日本人トレーナーに見てもらったところ、<laughs> 全身ボロボロじゃないか、えー、こんなんじゃソチオリンピックの前に、えー、潰れてしまうぞ、アスリートならば自分の体のことをもっと勉強しろと叱られたそあそうなんですか。 でもこれ、あの、えー、っと、日本人のトレーナーさんに見てもらったんですね。これは誰なのかちょっと気になりますが、次にトレーナーさんに会うまで、羽生選手は、えー、解剖生理学を独学で学んできていました。えー、筋肉や骨の名称なども頭の中に叩き叩き込んであり、<laughs> トレーナーさんもびっくり。いやもう羽生選手、すごいですね。もう負けずっとね、もう見返してやるっていうね、絶対に、あのー、 えー、あの、上行ってやるっていうね、うん、なんか気持ちを感じます。うん。そんな羽生選手を見たトレーナーさんは、ソチオリンピックは、ぜひ羽生選手に金メダルを取らせたいと思ったそうです。えー、叱られた、やってやると、そこまでも負けず嫌いが発揮されていたんですね。うん。すごいですね、羽生選手は、本当うん、シュンってなんないですね。うん。あの、3パターンあるんですこれいシュンってなるパターンと、いや、絶対やってやるっていうパターンと、 はってなるパターン。3つありますよね。だから何ってなんかこう突っ張るパターンと。うん。羽生選手はもう絶対やってやるっていうタイプですね。うん。話はそれましたが、羽生選手の表現力の、えー、これは脊椎かな礎杖かなになって、で、柔軟性は宝物ですね。うん。そう思います。僕も。まあ、だからまあ、柔軟性をね、生かした Y 字スピンとかね、そういうなんか、あの、I 字スピンとか、うん。 その試合で投入してくるのかなちょっと思うんですけど。うん。え、きさ24さん。え、一番受けた迫りくる尻。尻、なんか頭使ってそうな技とか思いましたが、説明見て尻は尻と頭脳派ですね。そうなんですよ。僕もちょっと最初ね、尻かと思っちゃったんで、うん。 なんかあれかなと思ったんですけど、そういうことなんですよ、実はね。それ言っちゃおしまいって感じなんですよ。うん。いちごプリンさんナイスなネーミングでしょあの技をどうやって説明しようかと考えて、考えあぐねていたときに、突如現れた名付けの天才によって、つけられたものだそうで、以降、迫り来る尻が定着。あこれ何もう定着してるんですね。うん。考えた人はすごいということですね。 じゃあ、来季、うん、がこの迫りくる尻が、えー、大気というかね、ね今回の静岡のファンタジーでは、えー、それが、えー、チャーミングポイントらしいですね。うん、あっ、Y 竜さんから、えー、羽生選手は相変わらず細いこと、女子よりお尻が小さい、男性はおじさんになっても、ダンディーさがかっこいいんですが、羽生選手はずっとスマートなイメージですね、本当ですね。うん あの本当に普通ね、下半身があの結構やっぱりがっちりし始めるっていうことが多いと思うんですよね。うん、宇野選手は多分、下半身がっちりしてるタイプかと思うんですがふあ、羽生くんはお尻もやっぱ小さいですね、うん。フィギュアスケーターって結構お尻がこう大きくなるんですけど、あの筋肉とかついて。うん、クリケットの準ファンのイナバウアーは表情も朗らかで綺麗だと思いますその通りだと思いますね。ね、うん えー、チャジューファン、すてきな稲葉ーだと思いますよ、僕も。うん。はい、あ、それから、アトいベさんどうもです。歌舞伎君おはようございます。えー、体調いかがですか今日はまずまずなんですけど、まあ、ちょっとでも、昨日ちょっと花粉症の薬飲んだんで、まあ、それでだいぶ良くなってるのかなっていう感じですね。 うんえー、ファンタジーオンワイシ、静岡は伝えたいこと、ゆずるくんが出てきて、演技する前の会場の空気なんかすごかったということですね。いっぱいありだけど、私の語彙力では無理なんで、皆様のレポートをご覧ください。今から浜松のうなりを食べて、浜松城に行って、うなりパイを買って帰りますということですね。いやー、いいですね。王道ですね。うん。一回だけ僕も食べたことあるんですけど、美味しかった。うん。 っていいいう記録しかないですねはいえー、そして桜子さんどうもありがとうございます。えー、かむくこんにちは。未だに放心状態ということでございますね。うん。どうしましょう。昨日はホテルへ行き、シャワーを浴びてから、さっ ささっと眠りましたので、っポかけませんでした。申し訳あもう全然全然。もうね、楽しんでくださいね。1万はもう楽しむことが大事なんで、それが大事です。はい。今、昨日についていますが、身体がボロボロということで、電車の時間もあったので、アイスショー終わった途端にみんなでダッシュ。駅までゾロゾロ。これは何の集団と思うか。あ、そんな感じだったんですね。周りの人とか結構他のね、 あのアイスショー以外の人とかも結構いた感じですかね。家に帰ったら休みます。復活したらまた何か書きます。それにしても静岡、朝テレが取り上げてくれて、羽生選手のインタビューもあったようですね。テレ朝系はさすがです。えー、それに比べて神戸は関西テレは富士系列はバツですね。ということなんですね。うん。そう、だからこれもちょっとなんか話題になりましたけどもね。うん。 まあもしかすると関西とかフジテレビは他にこうやんなければいけないことがいっぱいあるけど静岡の朝テレはもしかすると話題が少ないからできたのかなっていう可能性をちょっと頭の中よ,よきったんですがどうなんでしょうかねうんまあそれとも他に事情があるのかな,ないのか。